害時に被災した人がより早く自宅での生活に戻るための住宅の応急修理、これを速やかに行うための協定を県と一般社団法人が締結しました。県と協定を結んだのは、県内で建築業を営む企業などが加盟するネットワーク、一般社団法人高知県中小建築業協会です。協定では、災害時に被災した住宅の応急修理を速やかに行うため、対応可能な企業の名簿を各市町村に共有することなどが定められています。協定締結式では、久門宏会長が、住宅倒壊の被害が大きかった能登半島地震でも応急修理に関する制度が利用されたことに触れ、事前に協定を結んでおくことで被災者がより早く自宅での生活に戻ることができると話しました。協定がなかった時とあった時の差でいきましたら、初動体制が早くなると思いますので、被災されてもすぐ対応できるようになっていくと思いますので、今回の協定は非常に役に立つものだと思います。県は協定で定められたマニュアルを市町村と共有するなどして、被災後も安全な生活環境の確保に努めていきたいとしています。